ここに住み始めて、土に触れることでそこで採れた植物とかを使った作品が作れたり、ここに来て変わったことです。最初から今までずっと住みやすくて。実は最近気づいたり、なんかここに来て結構自分の性質みたいなのに気づき始めた感じがあって、やっぱ本当マイペースに住めるのと、自分で選択することが多いなと思って、逆にその自由だと自分の好きなこととか、実はなんだろう、実は人といっぱいいるところがこれくらい苦手だったんだとか、こういう仕事やってるけどここは面倒くさがりなんだなとかが、時間ができたからとか、こういう静かな環境で考えることが増えたので、なんか向き合う時間が増えました。自分はこう草木染めとか染色で面白い なって思うのが、現れてくるのはすごいシンプルに色なんですけど、なんかその背景にあるストーリーが一個一個違うっていうのがすごい好きで、例えばこれいろんな青が、作品でいろんな青が今あるんですけど、これは徳島の藍で染めた青だったり、藍染めの青で、でこれは化学の青なんですね。サイアンのタイプって青写真に使われる光で染める日光プリントの青で、でこれは銅のサビ
から撮った青だったりで、なんか同じ色でも背景を知ることでまた見え方が変わってくるっていうのが、なんか染色の良さで、背景にある土地がセットで、そのなんか原風景に出会えるっていうのが染色をやっててすごい面白いところ。去年も4月末から住んでるんで、もうすぐ10ヶ月ですね。ここに来る直前までは台湾にいて、同じ季節をまた見るっていう、同じ場所で同じ季節を見るっていうのがすごい久しぶり。みんなそれは燃えないでね。アーティストってすごくこうクローズしてるイメージがあるんですけど、やっぱり社会性っていうのはすごく大事で、やっぱり人間なので、そこにはこうコミュニケーションがあったりとか、そういうことがすごく大事で、ただ自分の自己満足じゃないけど利益だけを追求するっていうのもそれはそれでありなんですけど、やっぱりそれ以前にやっぱ人間っていうのがあるので、それをすごく感じたのはやっぱ縄文土器とか見た時に、あの人たちは別に縄文土器こう売ってるわけでもないし、展覧会があったわけでもないし、ギャラリーがあったわけでもないけど、これだけ数千年経った今でも人の心に訴えてくるっていうのは、やっぱりそこにやっぱ自然と生きるとか人として生きるって、それがすごく反映されてるっていうところがを強く感じます。ただやっぱりどこ行ってもできるんじゃなくて、田浦ならではのものをこう打ち出していけるような、もうどこでも今できますからね、そういうの、ここでしかできない、ここ発信でできるもの、本当に横須賀っていろんな表情があって、顔の部分を決めて左右3本ずつ、はい、くん、そう。こねこね。ここをギュッと。3、2、1、アクション。なんかちょっと。こう。切りたい。
で、はい、じゃあここで切って、はい、はい、シュッ、ずるシュッ、オッケー。穴、その細長い穴が、あの煙が逃げるところです。わかります？はい、開けるわけ。あー、ね、すっごいな。穴開いてる。だよ、見て、すごい。頭気をつけてね。はい、頭気をつけて。よし、行くぞ、ガイア。オッケー。皆さん、見ましたか？はい、はい、どうぞ。じゃあ、出ましょう。どうでしたか？見ました。明るいところ、温度計をつけるところです。誰かいる？何これ、お参りすんの？もう一人どうぞ。誰かいる？人間ってどうしても自然に対して少しコントロールしようっていう考えがどうしても浮かんでくるんですけど、まあそこをコントロールしたいんだけどやっぱりできない領域っていうか、そういうところがやっぱりありますよね。引き出してで判断します。少しね、あの時間、無駄な時間も作っちゃったんですけど、なんとか、目標の温度が大体1230超えなんですけども、でしょうね、火ってやっぱり火を焚いてるとなぜか人が集まってきて、そして何をするわけでもないんですけど、こう輪になって火を囲んで、なんかそこにコミュニケーションっていうのが生まれて、何とも言えない時間ができますよね。まあ一人でぼーっと見てるのもいいんですけど、まあ、そうやって人が集まってきて、その火の揺らぎですとか温かみっていうのをなんかこうぼーっと見ちゃうっていうのはありますね。だ、人間のどっか古い脳のどっかでやっぱり火をこう感じるっていう部分が昔からやっぱりあったんだと思うんですよね。